今日から私たちが同居するから出て行ってちょうだい。ローンの7万円も私たちが払うから。娘が来てくれるならあんたは用済みだな。そうですか。それじゃあ、あとは全部よろしくお願いします。私たちがここまで義両親のことを支えてきたのに、あっさりと義妹に乗り換えた彼らに情けなど必要ない。荷物をまとめて玄関まで来た私は、最後に大事なことを言ってあげた。あ、そうそう。何か勘違いしているみたいだけど、ローンの毎月の返済額は。私がそう言うと、彼らは一気に顔を青ざめて固まるのだった。私の名前はのぞみ、35歳の会社員だ。夫のマサトとは結婚して3年になる。私たちの出会いは友人の紹介で、絶対に私と会うからと言われて彼と会うことにした。友人の読みは当たっていて、私は少し話しただけですぐに彼に惹かれていった。彼もまた私に惹かれたようで、私たちはすぐに付き合うことに。その後、順調に交際を続けていった私たち。そして交際を始めて2年ほどが経った頃に、彼にプロポーズをされて私たちは結婚することになった。彼のことが大好きだったので、プロポーズをされた時は本当に嬉しかった。それからお互いの両親に挨拶に行ったが、どちらの親も結婚を快く認めてくれた。その後、両家の顔合わせも済ませて私たちは結婚。結婚式ではたくさんの人が参列してくれて嬉しかった。彼と作り上げた理想の結婚式を挙げることができて、本当に幸せだった。それから新婚旅行に行き、帰国後に私たちは夫婦として同じ屋根の下で一緒の生活をスタート。共働きなので、お互いに家事を分担して協力し合いながら、日々の生活を送っていった。彼も一人暮らしの期間が長くて、自炊がちゃんとできたので本当に助かった。仕事で残業をして帰りが遅くなった時も、夫が手伝ってくれたり準備を始めててくれるので、すぐに晩ご飯を食べることができる。他の家事も協力し合いながらやっているので、ストレスなく平和で穏やかな気持ちで生活することができている。仕事にも真面目に取り組んでいるし、一緒にいて落ち着くので、私は本当にこの人と結婚できてよかったと思った。そしてそんな風に幸せな日常を送っていき、あっという間に3年もの月日が流れていた。それでも私たちは新婚のように仲が良くて、毎日楽しい時間を過ごしている。だがそんな中で、一気に私たちの生活に変化が訪れることが起きた。それは義父が急病で倒れてしまったことだ。私たちはすぐに病院に向かった。トウさん、大丈夫か？ああ、マサトにのぞみさん、よく来てくれたね。心配かけてすまないな。ちょっと無理をしすぎたみたいだ。義父は昔から仕事人間で、毎日かなりの量の残業をしていたらしい。そのため年を取ってから、その時の負担が一気に来たようだ。とりあえず検査入院などをして、これからどうなるのか結果を待つといった感じだ。そっか。私も夫も不安だったが、それ以上に義母がかなり動揺していた。ずっと専業主婦で義父を支えてきた義母にとっては、いきなり一家の大黒柱であり、自分のパートナーが命の危険にさらされたのだから、慌てるのも無理はない。お母さん、大丈夫ですか？ええ。なんとか。私と夫は義父のことはもちろん、義母のことも心配だった。そのためできる限り、実家に行ったり病院に見舞いに行って義両親と積極的に関わることにした。それから一週間ほどが経ち、義父の検査結果が出た。とりあえずは異常はなく、退院となったのだが、いつまた同じような症状が出て倒れるのかわからないとのこと。そんなことを言われてしまっては、安心して日々を過ごすことはできないだろう。
義両親だけだとこの先何かあった時にすぐに対処できないかもしれない。夫はそういう状況を受けて私にこんなことを相談してきた。なあ、もし望みが良ければだけど、母さんたちと同居しないか。夫がそうやって提案してくるのは当然だろうと私は思った。私自身も自分の親が同じ状況になったら同居をしたいと思うからだ。だから私の答えはもう決まっていた。もちろんいいわよ。すぐにお母さんたちに話しに行きましょう。ありがとう、のぞみ。夫はとても喜んでくれて、すぐに私たちは義両親に提案をした。え、同居。でも、迷惑じゃないのか。迷惑なんかじゃないよ。俺ものぞみも父さんたちのことが心配なんだ。ありがとう、二人とも。義両親は涙を流しながら喜んでくれた。やはり相当に不安だったのだろう。それから私と夫はすぐに義実家に引っ越して同居生活をスタートさせた。義母は私と夫が共働きなので家事を率先してやってくれた。そのおかげで私も夫も仕事に打ち込むことができてすごく助かった。義父は早期退職をして通院をしながら自宅でゆっくりと日々を過ごしている。そのおかげで体調はかなりいいようだ。嫁姑問題なんて一切なくて、私たちはとても和気あいあいとした雰囲気で楽しい生活を送っていた。そしてそんな中、義両親がこんな提案をしてきた。これはずっと考えていたことなんだが、もしよかったら新しく二世帯の家を建てないか。え、なんだかんだ言ってこの家で大人4人が暮らすのはちょっとだけ狭いし、もしこれから雅人たちに子供が生まれたらさらに狭くなるだろう。そういった未来のことも考えて、思い切って一生住める大きな家を建てるのはどうかと思うんだ。まあとはいえ私の貯金だけで買えるものではないから、雅人たちと相談して決めないといけないんだが。私と夫は意外な提案に驚いたが、それも悪くないと思った。確かに今の義実家は狭いというほどではないが、広くて快適という感じではない。長く暮らしていくうちに、ストレスがお互いに溜まる可能性もある。それなら新しく家を購入して、みんなが快適に暮らせるようにするのはいいと思う。しばらく夫と相談をした後、私たちは義父の提案に乗ることにした。そしてそれから私たちは4人で不動産屋に行って、いろいろと物件を見ることに。義両親の年齢のことなどを考えてバリアフリーにし、今後子供が生まれることを考えて部屋数も多くする。できれば病院やスーパーには行きやすくて、駅からもなるべく近い治安のいい地域にしたい。そんな感じで、いろいろとみんなの要望を混ぜ合わせていくと、それなりに根の張る感じになりそうだった。だが一生住むとなれば、あまり妥協はしたくなかった。家族全員がそのような気持ちだったので、私たちは覚悟を決めて高いけれど理想の家を建てることに。そしてそれからしばらく経って、ついに私たちのマイホームが完成した。外装も内装も新しくて綺麗で、見てるだけでテンションが上がった。本当にすごいわね。ここなら病気になんてなってられないな。健康で居続けて、ここに少しでも長く暮らしたいよ。義両親はとても喜んでいた。そして私も夫も同じくらいテンションが上がっていた。ここが俺たちと人生を共にする家か。子供ができたら庭でキャッチボールだったりバーベキューをしたいわね。いいね。家族での思い出をたくさん作ろう。ウキウキワクワクが止まらない私たち。実際に住んでみると本当に快適で、私たちはこの上ないほどの幸せを味わっていた。家が快適だと仕事にも精が出る。私はそれから仕事もかなりはかどった。公私ともにとても充実していて、
本当にこの家を買ってよかったと思った。あっという間に月日は流れ、この家での生活も2年が経っていた。義両親とも相変わらずいい関係を築けていた。これからもずっと幸せな日々を過ごせるだろうとそう思っていた。だがそんな幸せな新居での生活をしていた中、いきなり思いもよらないことが起きた。それは義妹夫婦が私たちの新居にやってきた時のこと。いや、やっぱりいい家よね。ほんとお兄ちゃんたちばかりずるいわ。何言ってるんだよ。俺たちは母さんたちとちゃんと話し合ってこの家を購入したんだからな。でも私たちだけなんで賃貸の安い部屋で生活してるのかって羨ましく思っちゃうよ。なんていうか身の丈に合った生活をしていないわよね。義妹は正月やお盆の時などによくこの家に遊びに来ていたのだが、その都度この家を羨ましがっていた。そして必ず私と夫のことをずるいと言ってくるのだ。私たちはこの家のローンを支払っているし、なんなら結構な額を毎月支払っている。この家に見合った給料をもらってちゃんと支払いをした上で生活をしているので、文句を言われる筋合いはない。そして義妹はこんなことを言うようになったのだ。私たちがお父さんたちと一緒にここで暮らしたらもっと楽しいだろうにね。え、いやいや、あんたたちにこの家のローンが支払えるのか。私と夫は顔を見合わせた。まあ義妹は細かいことをあまり理解せずにそういうことを言うから、今回もそういう類のものだろう。だが義妹のそんな適当な言葉に、なんと義両親の心が動き始めてしまった。ゆかがここに来てくれたら嬉しいな。そうね、賑やかになるでしょうね。おい母さんたち何言ってるんだよ。俺たちと今まで同居してきたじゃないか。いやあね、ちょっと行ってみただけじゃない。そうだぞ、そんなに慌てることないじゃないか。義両親はそう言ってごまかしていたが、義妹との同居に心惹かれている様子はなんとなく感じられた。義両親は夫のことも大事にはしていたが、義妹に対してはそれ以上に愛情を注いでいるらしかった。義妹は目鼻立ちが整ったかなりの美形で、子供の頃はまるでお人形さんのように可愛かったらしい。しかも夫よりも4歳も下で、義両親にとっては年を取ってからの子供だったので溺愛してしまっていたようだ。そうやって義両親が甘やかして育てたので、義妹はかなりわがままな子に育ち、兄である夫は苦労をしたらしい。何でもかんでも自分から奪おうとしてくるし、親にいろいろとたかっていて、それを当たり前のように与えられているのを見て複雑な気持ちになっていたそうだ。そんな話を夫から聞いていたので、私も義妹のことはできる限り警戒していた。しばらくは特に面倒なことを言ってくる様子がなかったので、私も夫も油断をしていた。だが義妹はここ最近、確実に私たちの新居を狙っているようだ。私と夫が仕事に行っている間の日中によく家に来ているようだ。あ、もうのぞみさん、帰ってきたの？じゃあ私、帰るね。ええ。もうちょっといればいいのに。でも、お兄ちゃんやのぞみさんからしたら迷惑だろうからさ。そう、そんな私は迷惑だなんて思ってないわよ。口ではそう言っても目や態度から伝わってくるからさ。邪魔者はさっさと消えることにするわ。じゃあね、お父さんお母さん。ゆか。義妹がそう言って帰ると、義両親は明らかに機嫌が悪くなった。どうしてもっと遅く帰ってこないのかと言いたげな目だ。そして口ではまだ何も言ってこないが、娘を邪険にしてなんてやつだというような顔をしている。義妹じゃないが、目や態度でそのような感じが伝わってくるのだ。私は肩身の狭い思いをする羽目になり、仕事から帰ってきてもすぐ自分の部屋にこもるしかなかった。
夫が帰ってきて晩ご飯の時間になると、一緒に居間に向かうという感じだ。だが食卓の雰囲気も日に日に悪くなっていっており、静かな時が増えていった。夫もその空気の悪さに気づいているようで、原因が義妹だということも分かっているようだった。そして義両親と私たちの関係がギクシャクし始めていた頃、義妹がついに行動に出た。それはある日の休日のこと。私と夫は午前中に買い物に行っていた。そして家に帰ると、私たちのものではない靴が二足玄関にあった。これはもしかして、夫と顔を見合わせていると、今から義母がやってきた。やっと帰ってきたのね。話があるから、ちょっと来なさい。義母の口調は今までの優しい義母の口調ではなかった。私たちが居間に向かうと、そこには義妹夫婦がいた。あ、やっと来た。ゆか、一体なんだよ話って。夫がそのように言うと、義妹はニヤニヤしながら私たちにこう言った。今日から私たちが同居するから、出て行ってちょうだい。え？義妹の突然の発言に驚きを隠せない私たち。今日から同居って何を考えているんだろうか。ちょっと待てよ。いきなりそんなことを言ってくるなんて非常識にも程があるだろう。いきなりじゃないわよ。お母さんたちとはずっと話してたことなんだから。嘘だろ。そんな話を前からしてたのか。私と夫は義両親が義妹の発言に惹かれていたのは知っていたが、ここまで話が進んでいるとは思わなかった。ゆかたちが今後の私たちの面倒を見てくれるっていうのよ。家事だってするし介護もするからね。お父さんもお母さんも私たちを頼って。娘が来てくれるならあんたは用済みだな。仕事ばかりで家事もしない上に子供も産まない長男嫁なんかよりも全然いいわ。え、私は義両親にそんなことを言われてとてもショックだった。私が顔を青くしているのを見て義妹はにやりと笑った。ローンの7万円も私たちが払うから。は、7万円。それでこんないい家に住めるなら最高だわ。義妹の発言に夫と私はポカンとした。だが義両親もすでに私たちを追い出そうとしている。それにあんなことを言われてはもう同居生活を続けることはできない。そうですか。でもさすがに今すぐ出ていくことはできないですし、せめて一週間は猶予をいただけませんか。引っ越し先も決めないといけないですから。たく、しょうがないな。せっかくゆかたちと今日から一緒に暮らせると思って楽しみにしていたのに。そのようにあからさまにつまらなさそうにする義両親。私たちが出ていくと決めたことで義妹夫婦はものすごく喜んでいた。まあまあ、お母さんもお父さんも落ち着いて。家は逃げていかないんだから。そうね、一週間後を楽しみにしているわ。そうやって私たちを追い出して一緒に住むことを喜ぶ義両親と義妹夫婦。こんな人たちのために私と夫は同居を真剣に考えて大事に思っていたのか。私と夫はとりあえずすぐ内覧をして賃貸の部屋を借りて一週間以内に引っ越せるようにした。そして一週間後、新居を出る日がやってきた。それじゃあ、あとは全部よろしくお願いします。そう言って私と夫は最後の挨拶を義両親にした。今後一切関わることはないし、この家にも来ないでね。ひどい言われようだな。私たちがここまで義両親のことを支えてきたのに、あっさりと義妹に乗り換えた彼らに情けなど必要ない。これでやっとお母さんたちと一緒にこの家で暮らせるね。ゆかとずっと一緒に快適なこの家で過ごせるなんて夢のようだわ。厄介者も追い払えるわけだしな。私たちが出ていくギリギリまで私たちを罵倒する義両親と義妹。
このあと彼らは地獄を見ることになるというのに。まあ私たちにはもう関係のないことだからどうでもいいが、荷物をまとめて玄関まで来た私は最後に大事なことを言ってあげた。あ、そうそう。何か勘違いしているみたいだけど、ローンの毎月の返済額は毎月27万だからね。そこはちゃんと理解しておいてよ。え、私がそう言うと彼らは一気に顔を青ざめて固まるのだった。ちょっと待ってよ。ローンは月7万じゃないの。やっぱり勘違いしてたか。この家は父さんの名義にしている。だからローンの返済も父さんの口座から引き落とされる契約だ。俺とのぞみはこれから一生この家で暮らすつもりだったから、父さんたちにはローンを支払わなくていいと言って俺たちが全額負担していたんだ。それで父さんの口座には俺から毎月7万、のぞみから毎月20万を振り込んでいた。きっと父さんは俺が毎月7万を入れていることを話していて、そのことだけを切り取って覚えていたんだろう。それにここでの生活費は俺とのぞみが折半して支払っていた。父さんたちはあまりお金のことを詳しく調べようともしないし理解していないから、大した金額がかかっていないと思ったんだろう。そんな私たち月に27万も支払えないわよ。その上で生活費なんて絶対に無理。そもそものぞみさんがどうしてそんなにお金を入れられるのよ。あなたの目に私がどう映っているのか知らないですけど、私大企業で部長をしているので給料はかなり高いですよ。え、のぞみは俺よりも全然給料が高いからな。義両親もどうやらこのことは知らなかったみたいで、目を見開いて驚いていた。まあ俺たちはもう父さんたちと縁を切ることにしたから、あとはゆかが父さんたちを支えてくれよ。そんな。のぞみさん、マサト、待ってくれ。私たちが悪かったわ。また以前のように私たちと仲良く一緒に暮らしましょう。え、ちょっとお母さんたち、私たちを切り捨てる気？だってお前たちにはローンを返すお金なんてないんだろ。だったら返済ができる人たちと住まないとやっていけないじゃないか。ひどいわ。ローンは7万程度しかかかっていないってお父さんが言ったからこっちに来たのに、もう前の部屋も解約しちゃったんだよ。そんなの知るか。そもそもお前が同居したいって言ってきたからこんなことになったんじゃないか。そうよ。旦那さんだってかなり収入が低いそうじゃない。お母さんもお父さんも私の方がお兄ちゃんよりも大事だって言って可愛がってたのに。自分たちの生活が崩れるって時にそんなことどうでもいいんだよ。義両親と義妹の喧嘩は見るに絶えないものだった。じゃあ俺たち行くね。あ、ちょっと待ってよ。何を言われても私たちがあなたたちと関わることはもう一生ありませんので。そう言って私と夫は家を出て車で自分たちが借りた部屋へ引っ越した。それから義両親からたくさん連絡が来ていたが全部無視をしてやった。その後近所の人の話によると、仕方なく義両親と義妹夫婦は同居生活を始めたが、ローンの支払いをすることができず結局家を手放すことになったそうだ。だが家の購入の際にかなりの金額がかかっていたので、家を売っても多額の借金が残ってしまったらしい。義父の早期退職金を全額返済に充てても足りないらしく、現在は安くて狭いアパートで義両親と義妹の3人で暮らしながら、全員がフルでアルバイトに出て借金を返済しているそうだ。義妹の旦那は自分に負担が来るのを嫌がって逃げたらしい。そのため義妹は旦那も失い、借金だけが残ってしまったというわけだ。義両親もあのまま私たちと平和に暮らしていれば、老後にこうやって苦労することもなかったのに。
でも私たちにはもう関係のないことだ。一方、私と夫はとりあえず借りた安めの賃貸マンションの部屋が思っていたより快適で、ここでしばらく暮らして貯金を貯めようという話になった。現在は夫婦仲良く幸せに暮らしながら、ものすごい早いペースで貯金を貯めることができている。将来のことも考えて、お金は貯められるだけ貯めた方がいい。それでも、たまに贅沢もして楽しい生活を送っている。これからも私は夫と幸せな人生を生きていこうと思う。いい年して娘から仕送りもらっている寄生虫なんて、ババアって呼ぶにふさわしいほどのクズだよ。結婚したらその金は俺のものでもあるんだぞ。年金暮らしの車椅子の老人なんかに金はもう送らない。介護施設にでも入ってろ。そんなことを言う雅人さん、怒りに任せてそのように言う彼の口を慌てて娘が塞いだ。な、何すんだよ。話せよ。あなた、そんなこと言ってたら仕事失うわよ。私の名前はのぞみ、67歳。現在は一人で生活をしている。昔は夫と一人娘のゆかと暮らす普通の主婦だった。可愛い娘が無事に生まれてくれたことに感謝し、私も夫も家族で過ごす時間が何よりの幸せだった。しかし夫は娘がまだ10歳の頃に病気で他界してしまった。それからは私が女手一つで娘を育ててきた。仕事を頑張れば頑張るほど、娘との時間がなくなってしまう。そんな状況が辛かったが、私は身を粉にして働いた。それでも一緒にいられる時間は娘とたくさん遊んだり出かけたりしたので、娘はその度に喜んでくれて、父親が亡くなった悲しみも少しずつ癒えていったようだ。そして中学生になる頃には、仕事漬けだった私の代わりに家事を担当してくれた。私はその頃も生活費と娘の学費を稼ぐために夜遅くまで働いていたが、精神的なサポートが必要になり始める思春期にそばにいてあげられないのは良くないと思い、私は思い切って会社を辞めることにした。それからは自分で会社を起こして、自宅を仕事場に変えた。全く売り上げが出ずに、泣かず飛ばずな状態が続いて内心焦ってはいたが、娘と一緒に家にいられる時間が増えたことは私と娘を精神的に落ち着かせたようだ。昔よりも生活は苦しくなったが、幸福度は上がったように感じる。娘も私と一緒にいられる時間が増えたことで笑顔が増えていった。一緒にご飯を作ったりなどして二人の時間を作ることを心がけていたので、娘とのコミュニケーションはちゃんと取れていたと思う。しかし会社の方はその頃は全然ダメダメだった。必死で頑張っても結果が結びつかない。また就職しようかな。そんな風に思ったりもしたが、せっかく娘との時間を作れるようになったのに、また前の時に逆戻りするのは良くないんじゃないか。私はそう思い、それからは気合を入れ直して事業を発展させるために頑張った。そのおかげで、少しずつ売り上げが伸びていき、娘を養うことができるくらいには稼げるようになった。だが体に鞭を打ち続けて働いた結果、私はある時やらかしてしまった。それは部活の練習だった娘を車で迎えに行った時のこと。試合前だということで夜遅くまで練習していたので、私は迎えに行くことにしたのだ。仮眠を軽く取っていたのだが、徹夜で作業をしていたこともあり、私は運転中にフラフラっとしてしまった。その結果、電柱に突っ込んで事故を起こしてしまったのだ。単独事故だったのが不幸中の幸いだったと思う。もし誰かを巻き込んでいたら本当にいたたまれないからだ。私はそのまま意識を失い、気がついた時は病室のベッドの上だった。目を覚ますと、ずっと泣いていたのだろう。娘が目を腫らした状態で、お母さん、よかった。と言って抱きついてきた。その後、
医師がやってきて私の容態について説明した。医師の話を聞いて私は言葉を失った。下半身不随と言われ、私は車椅子生活を余儀なくされてしまったのだ。私は自分の不甲斐なさに悲しくなり、自分に対して怒りが湧いてきた。ゆか、ごめんね。お母さん、あなたに迷惑ばかりかけて。いたたまれない気持ちになり、私は涙を流しながら謝った。すると娘は、なんで謝るのよ。私はお母さんが生きていてくれただけで感謝してるのに、と言った。その言葉に私はハッとした。そうだった。私が死んでしまったら娘は一人きりになってしまう。そんな悲しい思いをさせるわけにはいかない。これから車椅子生活を余儀なくされて、娘に大変な思いをさせてしまうことにばかり気を取られていたが、私が生きているということが大事なんだと気づいた。だからこそ娘の生活は私が絶対に守ると今まで以上に気合を入れた。その頃には娘も高校生で自分の身の回りのことはできるようになっていたので、私は仕事だけに集中できるようになっていた。だがそうして生活をしていたある日のこと。高校3年生になった娘が、私、卒業したら就職すると言い出した。私はもちろん反対した。絶対に大学は出ておいた方がいいと。しかし娘は早くから働いて、私を楽させてやりたいと頑なに譲らなかった。私がいくら大卒であることが後々大事だと説明しても、娘は納得してくれないので、私はある条件をつけて娘に大学まで通ってもらうことに。それは就職をして余裕ができた頃に、大学の4年分の学費を支払ってもらうこと。私が自分で働いて返済をしてちょうだいと言うと、娘はようやく納得してくれた。もともと勉強ができて頭の良かった娘は、受験勉強に取り組むとどんどん点数が上がっていき、難関大学に合格。そして順調に単位を取っていき、無事に卒業した後、大手企業に就職した。娘は就職直後から私に学費の返済をしてこようとしたが、私はそれは断った。初任給はまだまだ少ないし、若い頃は自分に投資して収入を増やすことをした方がいいと説得した。実家からだと会社が遠くて通勤が大変で、一人暮らしをさせていたので、その分の生活費などを考えると、私に仕送りする余裕なんてない。あなたがたくさん稼げるようになってから返済を始めて、と私がお願いすると、娘はしぶしぶ了承してくれた。その後は昇進のための資格を取るための勉強にお金を使ったりして、私のアドバイス通りに自分に投資をしていった。そして就職してから5年ほどが経った頃、娘は課長に昇進。ある程度稼ぎに余裕が出てきたので、私に毎月15万円を学費の返済として仕送りしてくるようになったのだ。娘は定期的に私の家を訪ねてきてくれていたのだが、あの時、お母さんに収入を先に増やすことを考えた方がいいって言われて、そのアドバイスに従って本当に良かったと感謝してくれた。その時、私は娘の笑い方に何か照れがあるのを感じた。もしかして何かいい出会いでもあったの？私がそう聞くと娘の顔が真っ赤になった。どうしてお母さんはそうやって勘が鋭いの？恥ずかしがる娘はとても可愛かった。娘にいい人ができたのは嬉しいなと思っていると、娘は驚きの発言をした。実はもう結婚の約束をしててね、近々お母さんにも彼に会ってほしいと思ってたの。まさかの結婚の報告に、私は車椅子から転げ落ちそうになるほどびっくりした。もうそこまで話が進んでるの？もうって、私ももう29歳よ。結婚しててもおかしくないでしょ。そうね。そうか。
あんなに小さかった娘ももう29歳になっていたのか。時の流れの速さに驚きつつも、今までの生活を振り返り感慨深くなった。私は土日ならいつでも大丈夫だから、都合が合う時に婚約者の方を連れてきなさい。うん、わかった。そして娘の結婚報告があった日の翌週の土曜日、娘は婚約者と一緒に挨拶に来てくれた。彼の名前は正人さんといって、背筋がピンと伸びていて凛々しい雰囲気の人だった。名乗った時の声も力強くて、自分に自信を持っている感じだ。娘の婚約者として頼もしそうだなと私は思った。その後、用意していた料理を出して食卓を囲む。三人で一緒に食事をしながらいろいろとお話をした。正人さんは〇〇という会社で働いているらしい。主に布を作っている会社で、しかも社長がお父さんらしく、近々引き継いで三代目社長に就任することが決まっているそうだ。もともとお金持ちだから、なんだか気品がある雰囲気で、自分に自信がある感じなのかと納得した。だがそれからいろいろと話を進めていくうちに、なんとなく彼に対する違和感を感じ始めた。僕は生まれた時から人生って決まってると思うんですよ。所詮運ゲーって言うんですかね。持っている人は初めから持っていて、持っていない人はどう頑張っても持っている人には勝てないと思うんですよ。その点、ゆかさんは僕のような勝ち組と結婚できるからある意味持っていますよね。それに娘が大きな幸せをつかんだということは、お母さんも持っていたということですね。おめでとうございます。なんだか鼻につく自信過剰な発言が過ぎるなと私は思ってしまった。それになんだか努力している人をバカにしているような、そんな感じがして少し嫌だった。でも最初の環境が良くなくても、そこから自分の努力で這い上がって成功している人もたくさんいるじゃない。そういう人も私は尊敬しているけど、私が反論すると思わなかったのか、正人さんは途端につまらなそうな顔をした。お母さん、分かってないですね。そういう人のこと成金って言うんですよ。つまり持続しない成功者ってことです。本当の成功者っていうのは僕みたいな存在のことを言うんですよ。だって僕は人生で頭を下げたことなんてありませんから。その後も正人さんは自分の実績を誇るようなエピソードを語り続けた。私は自分の意見は聞き入れてもらえないだろうと諦めて聞き役に徹していた。そう言って好き放題に話して満足そうな顔をしている正人さん。ちょうど話が終わったタイミングで娘が口を開いた。お母さんも自分で事業をしているんだよ。娘がそう言うと正人さんは、へえ、と言い、よければ僕がコンサルタントでもしましょうか。と言った。コンサルタントの資格もお持ちなんですか？そんなのいりませんよ。だいたい儲かるかどうかなんてすぐにわかりますから。せっかくのお話だが、私は別にこれ以上儲けようとかは思っていなかったので、丁重にお断りをした。しかしそれが彼の機嫌を損なってしまったようで、あからさまに態度が冷たくなった。他者の言葉に耳を傾けるのも必要ですけどね。意固地な経営は廃れていくものですよ。もし経営が苦しくなっても、手助けはしませんからね。そのような発言を繰り返してきたので、うんざりしていると彼のスマホが鳴った。どうやら仕事関係の内容のようだ。廊下で何やら話し始めたが、良くない報告だったのか怒った声が聞こえてくる。娘は苦笑いをするようなため息をついた。たまにああやって怒るところもあるんだけど、根は優しくていい人なのよ。次期社長で期待されていることもあり、プレッシャーを感じてるんでしょうね。一から作り上げることも大変だが、もともとできた大きなものを引き継ぐというのもなかなか大変なんだろうな。正人さんが戻ってきたので気を取り直して食事をとった。それからはたわいもない話をしながら最後には披露宴の相談をして帰っていった。
マサトさんの言動や振る舞いに娘が幸せになれるのか心配になったが、娘が選んだ人だからと信じることにした。その後は両家顔合わせも無事に終わり、結婚式の準備も迅速に進んだ。相手のお父様は会社の都合で地方にいたため、顔合わせには参加できなかったので、結婚式の日に改めてご挨拶しようと思う。そしてあっという間に結婚式当日を迎えた。控え室にウェディングドレス姿の娘が入ってきた時には感動してしまった。本当に綺麗で美しくて輝いている。娘は私にとって宝物のように可愛いのだが、今日の輝きは間違いなく今まで一番だ。そうか、娘も結婚して巣立っていくのか。お父さん、ユカは立派に成長したよ。そう心の中で言った。私は式が始まるまでユカと楽しく会話をしていた。あなたもついに結婚するのね。ついこの間までこんなに小さかったのに。それは昔すぎじゃない。どこで記憶が止まってるのさ。親からしたらあっという間なのよ。結婚したからってお母さんとの関係は変わらないからね。実家には定期的に遊びに行くし、ご飯も食べに行こう。うん。あと毎月の15万の仕送りも欠かさずするからね。ああ、でも無理して毎月じゃなくていいわよ。新婚時は結婚式費用とか旅行代とかお金がかかるでしょう。ダメよ。そこは約束なんだからちゃんとしないと。わかりましたよ。娘の頑固なところはお父さんに似たのかなと思っていると、いきなり控え室の入り口の方から怒った声が聞こえてきた。おい、今のどういうことだよ。声の方を見るとそこには新郎の正人さんの姿が。娘は慌てた様子で返事をする。どういうことって何が？どうしてそんな怒ってるの？仕送りの話だよ。月15万の仕送りなんて聞いてないぞ。そっか、ごめんなさい。ちゃんと話してなかったわね。仕送りって言っても私の大学費用の。今すぐやめろ。え、このババアに金を渡すことだよ。ババアってマサト、そんな言い方だって。そうだろ、いい歳して娘から仕送りもらっている寄生虫なんてババアって呼ぶにふさわしいほどのクズだよ。しかも自営業をしてて娘に金をたかってるってことは、すでに赤字経営で借金だらけなんじゃないのか。大体おかしいと思ったんだよな。車椅子で生活しているような年老いたババアが経営者だって言うなんて。何も知らず、そして娘の話を聞こうともせずに私を罵倒してくる新郎。私の会社は赤字ではないですし、借金もしてないですよ。だったら娘から金をたかるようなことすんなよ。結婚したらその金は俺のものでもあるんだぞ。年金暮らしの車椅子の老人なんかに金はもう送らない。介護施設にでも入ってろ。あんたの世話をするために一緒に住むことだってしないからな。そんなことを言う正人さん、怒りに任せてそのように言う彼の口を慌てて娘が塞いだ。何すんだよ、話せよ。あなた、そんなこと言ってたら仕事失うわよ。はあ、何言ってんだよお前。ついこの前知ったんだけど、お母さんの会社、あなたのお父さんの会社の取引先の会社なのよ。え？新郎はびっくりして固まっている。私はどうも〇〇会社の社長ののぞみですと改めて自己紹介をした。すると新郎の顔がみるみる青くなっていく。そう、そんな、その会社ってうちの重要取引先じゃ。私は昔に服飾専門学校を出ていて、まだ夫が生きている頃から服のデザインを趣味でしながらアパレルショップで働いていた。そして起業すると決めたタイミングで自分の服を作ることを商売にすることにしたのだ。
そこで一生懸命に服を売り、少しずつ受注が増えていき、今では企業として1000名ほどの社員を抱えるほどの企業に成長。年収も経営者としてそれなりの額をもらえるほどになっていたのだ。新郎がびっくりしているその時、控え室の入り口から彼の両親が入ってきた。ああ、社長。ご無沙汰しております。え、のぞみ社長。もしかして息子の婚約者のお母様ってあなただったんですか？ええ、この間の両家の顔合わせでは挨拶ができず残念でした。いや、こちらが悪かったので、申し訳ありません。マサトさんは自分の父親と私のやりとりを見て、口を開けたまま固まっている。これから息子とお嬢様の結婚式を見られるのは胸が高鳴りますな。そのように言う社長。だが私はもう心が決まっていた。ごめんなさい。私には素直に喜ぶことができません。先ほど、いえ、結婚の挨拶に来た時から、マサトさんは私をありえないほどひどい言葉で罵倒してきました。彼が今後あなたの会社を継ぐというのなら、契約は解除させてもらいます。私の言葉にマサトさんも社長も驚いた。そんな、契約解除ですか。おい、マサト、お前、のぞみ社長に何を言ったんだ。いや、俺は。彼は私の母を侮辱しました。私も彼のことはもう信用できません。結婚はなかったことにしてください。おい、ゆか。お前まで何を言い出すんだ。私はお母さんに助けられてここまで育つことができたの。仕送りのお金だって、あれはお母さんとの約束で、大学の学費を自分で払うと言ったから送っているだけなんだよ。それなのに私の話を聞かずに一方的に責め立てて、そんな風に部下にも接してるんなら、いずれ誰もついてきてはくれなくなるわよ。もう私はあなたにはついていきたくないから降ります。結婚式は中止にして婚約破棄しましょう。そんな。娘はそのように言って本当に結婚式を中止にした。参列した人たちにはご祝儀を返していた。マサトさんは顔面蒼白の状態でうなだれていた。社長はひたすら私に謝り続け、結婚式のキャンセル費用はこちらで持ち、息子はクビにするので、どうか契約は続けてほしいとお願いをしてきた。そのため後日、私は彼が解雇されたことを確認した後、契約を続けることを了承した。マサトさんは今回の件が原因で親から勘当されたらしい。無職にもなりお金がないので、相当厳しい生活を強いられていることだろう。まあ、彼の言葉を借りるならば、彼は持っていない人間だったというわけだ。そんなことを言っている時点で大した男ではないが、娘はまだ婚姻届を出していなかったので、戸籍に罰がつかずに済んだ。今は恋愛よりも仕事。という感じになっていて、さらに昇進したらしい。ある程度貯金もしていたようで、この前、残りの学費を一括で振り込んできたから大したものだ。でも娘が今まで私に仕送りしてきたお金は全部取っておいて、娘が必要な時に渡そうと思う。まあ、頑固な娘が受け取ってくれるかわからないが、私はもうほとんど老後の生活に足を突っ込んでいる状態だが、娘が結婚するのを見届けてから夫のところに行きたいなと思っている。だから娘にいい人が現れるまでは、健康を大事にしてバリバリ働いて元気に生きていこうと思う。他人がなんでまだいるの？あんたなんてもういらないのよ。今すぐ出て行ってよね。義妹は私にそのような罵声を浴びせてきた。邪魔だから早く引っ越せ。義母と義妹は一緒になって私を追い出そうとしてきた。私は立ち上がり二人に向かってこう言った。わかりました。私、
ここから出ていきますね。私の名前はのぞみ、35歳の会社員だ。夫のまさととは結婚して5年になる。私たちの最初の出会いは大学生の時だった。私が新入生として入ったサークルに彼が一つ上の先輩としてすでにいた。でも私は1年浪人をしているので年齢は同じだった。私と彼はすぐに意気投合。最初の1年間はお互い気になりながらも付き合うことはなかった。だが彼の方から告白してくれて、私が大学2年生の時に付き合うことに。それからお互いに社会人になってからも交際は続き、私たちは25歳の時に同棲を始めた。そして5年ほど同棲生活を送ってから私たちは結婚することに。5年間も同棲をしていたから、お互いの生活スタイルとかもよく分かっていたし、一緒にうまく生活していくためにたくさん話し合っていた。そのため結婚してからも私たちは楽しく幸せに暮らしていた。今日はちょっと高いコーヒー豆買ってきちゃった。お、いいね。早速この前作ったシフォンケーキと一緒にいただこうか。最高だね。すぐに手落とし、コーヒーの器具の準備をするよ。私と夫には共通の趣味があり、それはコーヒーだった。私は大学生の時にカフェで働いていた。そこでコーヒーを入れる技術を学び、実際に美味しい手落とし、コーヒーを入れられるようになっていたのだ。そして夫も私の影響でコーヒーが好きになった。私が毎日コーヒーを入れているのを見て、夫も自分で入れられるようになりたいと言い、私の指導のもとコーヒーを入れる技術を学んだ。それからは私たちは2人でよくカフェに行って、美味しいコーヒーを飲んで勉強するようになった。休みの日はそうやってカフェ巡りをするのが定番となり、私たちのコーヒー熱はどんどん上がっていった。いつからか私たちの夢は自分たちでカフェを開くという夢になり、そのために2人で資金を貯めるようになったのだ。美味しいね、このコーヒー。このシフォンケーキともすごく合うね。この豆をベースにしてブレンド作るのもいいね。確かに。私たちはコーヒーを飲みながらいつも2人で作るお店の話をしていた。それが楽しくて幸せで、夢や希望に満ち溢れた時間だった。本格的に資金が貯まり始めてきた頃、私たちは義実家で義母と同居をしようと話し合った。資金を貯めることだけが理由なわけではなく、私たちが結婚して2年ほど経ってから義父が亡くなってしまい、義母が一人きりになってしまったのもある。義母に相談をすると2つ返事で了承してくれた。マサトもユカも自立してしまっていたから、お父さんが亡くなって私一人になって寂しかったの。あなたたちが来てくれてとても嬉しいわ。義母はそう言って私たちを温かく出迎えてくれて、私たち3人での生活がスタートした。お母さん、これすごく美味しいです。ありがとう。でもすっごい簡単なのよ。ある調味料を加えるだけですごくコクが出るの。そんな簡単にできるんですね。さあ、たくさんあるからもっと食べて。義母はとても優しくて、しかも共働きの私たち夫婦のために家事をすべて引き受けてくれていた。義母が作る料理は本当に美味しくてお店レベルだった。しかも私にすごく優しくて、嫁いびりなんて一度もされたことがない。私たちは3人すごく仲良く幸せに暮らしていた。こんなにも満たされた毎日を送れて、私はなんてラッキーなんだろうかと思ったほどだ。この家を支えてくれている義母には本当に頭が上がらない。夫も同じことを考えていたようで、私と夫は義母のために家に少し多めにお金を入れることにしていた。二人で毎月20万を入れて、家族3人の生活費として使ってもらっていた。そんなにいらないよ。もっと2人のために使いなさい。
義母はそう言って私たちからこんなにもお金をもらうことを拒んだが、私たちは二人で義母を説得した。母さんへの日々の感謝なんだよ。だから使ってくれ。そうですよ。それに家計の管理も任せてしまってますし、お母さんの仕事への対価として受け取ってください。私たちがそう言うと義母は、そこまで言うならありがたく受け取るよと言ってくれた。こうして私たちは仲良く幸せに暮らしていた。しかしそんな中、私たちを悩ませる存在が現れた。それは義妹の由香だ。義妹はもともと結婚を機に義実家を離れて他県にいた。だがつい最近離婚をしたらしく、こっちに戻ってきたのだ。お母さん、今月の生活費ちょっと頼めるかな。え、この前2万円をあげたばかりでしょ。そんなんじゃ足りないよ。足りないって。あんた仕事は？それがなかなか決まらないのよ。だから本当に生活が厳しくて。お願いお母さん、娘を助けると思って。義妹はそう言って義母にいつもお金をもらおうとしていた。義母は最初は突き放すも、娘からこのようにお願いされて根負けし、お金を渡していた。だが私は少し複雑だった。義母が渡しているお金は、私と夫が家に入れているお金から出ているのだろう。別に私たちは義妹の援助をするために、義母にお金を渡しているわけではない。私は納得がいかず、夫に相談した。すると夫はまさか義妹がお金をたかりに来ているとは知らなかったようで、すぐに義妹に連絡をした。お前、母さんにお金を頻繁にもらいに来てるらしいな。いい加減そうやって金をたかるのはやめろ。な、何よ。私は生活に困ってるの。そういう時に親を頼って何が悪いの。お前は昔からずっとわがままばかり言って、父さんと母さんからたくさん援助してもらってたじゃないか。専門学校に通わせてもらったのに就職はしないし、語学の勉強のためって言って留学費用を出してもらって、しかもその時の1年間の生活費も出してもらっていたくせに、全く英語を身につけないで帰ってきたよな。母さんたちはお前のことを甘やかしてしまっているが、俺は許さないぞ。どうせ金がないっていうのも嘘で、本当は遊ぶ金が欲しいだけだろ。今後一切母さんからお前にお金は出させないからな。そんな。ちょっとお兄ちゃん、それはいくらなんでもひどすぎるよ。私本当に大変なの。生活に困ってるのよ。それなら持っているブランド品を売ったらどうだ。いつもお前がお金をたかりに来るとき、ブランド物のバッグを持ってきているそうだな。どうして金に困っているやつがそんな高いものを身につけてるんだ。それは記念に取っておいてるの。高かったから手放したくないのよ。ブランド品なんてそう簡単に買えないから、それくらいいいでしょ。義妹はそのように言って食い下がる。それほどまでに生活に困っているっていう証拠を見せてみろよ。夫がそう言うと義妹は、わかったわ、今度の週末にそっちに行くから、と言って電話を切った。ふう、本当に困ったやつだ。ゆかちゃん、そんなにお金がないのかしら。さあな。でもあいつのことは信用できない。夫はそう言って険しい顔をしていた。私は義妹とは正月とか盆とかにしか会ったことがなく、その時は他の親戚とかも集まっていて、義妹と直接話すタイミングはほとんどなかったので、正直どのような人なのかまではよく分かってはいなかった。だがこの前、義妹が義母にお金をたかりに来た時は、なんというかわがままそうだなという印象だった。まああまりいい印象は抱いていなかったということだ。だから夫が義妹にしっかりと言ってくれて頼もしいと思った。義妹なら私たちにもお金をたかりかねないからだ。そしてあっという間に週末になり、義妹が義実家にやってきた。
私たちは義舞が来た瞬間に絶句した。ゆか、あなたその荷物どうしたの？どうしたのって、これからここで住むから全部持ってきたんだよ。な、何を言ってるんだお前は。今日はお前がどれだけ生活に困っているのかを確認するって言っただろ。なんでそんな荷物を持ってきてるんだよ。夫が顔を真っ赤にして怒鳴る。だが義舞は全く動じずに肩をすくめた。そんなこと言われてもさ、仕方ないじゃん。私、家賃支払えなくて家追い出されたんだから。は？私たちは呆れ返ってしまった。義舞は私たちが黙り込むと許可してもらえたと思い込んだのか、じゃあ今日からよろしくね、と言って自分の部屋に荷物を運んでしまった。義母と夫はとても険しい顔をしながら私に謝ってきた。のぞみ、本当にすまない。まさかあの子がここまでするとは思わなかったわ。二人が辛そうにしているのを見て、私はなんだか気の毒に思えた。お母さん、全然気にしないでください。マサトにも責任はないわ。来てしまったものは仕方ないから、これから四人でじっくり話し合いましょう。私がそう言うと二人は少しほっとした顔を見せた。そして義舞を居間に呼んで話し合いが始まった。勝手に移り住んでくるなんて卑怯なことやめろよな。どうしてそんなに生活が苦しいんだ。夫は義舞を注意しながらも理由を聞いた。すると義舞は、実は不倫がバレちゃって慰謝料を請求されてるのよ、と言った。それを聞いた私たちは再び頭を抱えた。つまり義舞の離婚の原因は義舞の不倫で、義舞はその慰謝料を請求されているからお金に困っているということだ。どうしてお前はそうやって。ああ、もうお兄ちゃんの説教はいらないよ。しょうがないでしょ。やってしまったことは。これでわかった。私は本当に困ってるの。義舞は開き直ってそのようなことを言った。これには私も呆れてしまった。義舞が困っている理由次第では味方になろうかと思ったが、これは無理だ。そして親からお金をもらうことが当たり前になっている義舞を私は軽蔑した。今は家を追い出された身だから仕方ない。だけどバイトを増やすとかして必ず自立しろ。ちょっと、私をここから追い出すつもり？当たり前だ。ここは俺たちが母さんと一緒に暮らしてるんだ。お前は絶対に俺たちに甘えて堕落した生活を送るだろう。そんなこと決めつけないで。じゃあまず月に2万、この家に入れろ。え、もっと家に入れてほしいが、慰謝料の支払いもあるだろうから、これで勘弁してやる。ちょっと待ってよ。お金を取るの。当たり前だ。いい大人がタダで住めると思うなよ。そんな、お母さんも何とか言ってよ。残念だけど今回はマサトに賛成よ。少しでいいから家にお金を入れてちょうだい。勝手に出戻ってきたんだから、それくらいはしてちょうだい。義母にそう言われて義舞はついに折れた。わかったわよ。お金はすごく苦しいけど2万を入れるわ。それから私たちと義舞の4人での生活が始まった。義舞はなぜかわからないが、パートタイムのバイトをしているようで、平日に3日ほどしか働いていなかった。それ以外はずっと家でダラダラしているらしい。私が仕事から家に帰ると義舞はソファで寝転がっていて、義母が一生懸命に4人分の晩ご飯の支度をしている。私はさすがに我慢できなくなり、義舞に注意をした。ねえ、ゆかちゃん。せめて料理くらい手伝ったら。お母さん一人で全員分を作るのは大変でしょ。私がそのように言うと、義舞は飛び起きて私をにらみつけた。はあ？私に指図してるの？え？
お兄ちゃんとかお母さんとか家族に何か言われるのは100歩譲っていいとしても、あんたには何も言われたくない。ちょっとどうしたの？いきなり。うるさいな。あんたのことは家族だなんて認めてないの。私に指図しないでちょうだい。義妹はそう怒鳴って自分の部屋にこもってしまった。私はびっくりして固まってしまった。義母は、ごめんなさいのぞみさん。あの子のこと、後できつく言っておくから、と私に駆け寄ってそう言ってくれた。この時私は初めて義妹の私への扱いというか胸の内を知ったのだ。家族と認めてないと言われて私はすごくショックだった。その後、義母と夫が義妹を怒ってくれたが、義妹はそれ以来あからさまに私のことを敵視するようになった。最初はこちらから歩み寄って心の壁を壊そうと思ったが、こちらが何をしても義妹は私を避けたり嫌ったりするので、私ももう諦めてしまった。それからは、お互いに必要以上に関わらないという状態になっていた。だがそんな中、義母が怪我をしてしまい、足腰が不自由になってしまう事態に。義母は介護が必要な状態になってしまったのだ。私たちはとても悩んだ。義妹に介護を頼むことはまず無理だ。そうなるとヘルパーさんを呼ぶか、私と夫のどちらかがやるしかない。俺が仕事を辞めて母さんの介護をするよ。なんと夫は自らそう言った。長男としての責務と、あと私と義妹の仲が悪いのを考慮しての判断だった。あいつはてこでも動かず、この家から出ようとしないから、とりあえずは俺が母さんの面倒を見ながら、あいつに家を出ていくようにしつこく言うよ。夫はそう言って仕事を辞めて義母の介護に専念した。義妹は夫から毎日のように小言を言われて鬱陶しく感じたのか、バイトのシフトを増やして働くようになった。そのおかげでちゃんと2万円も毎月入れてくれている。これで少しはマシになったと思ったのに、今度は私を悲しませるとても辛い出来事が起きた。夫が事故に遭い亡くなってしまったのだ。夫はちょうどスーパーに車で買い出しに行っているところだった。その時に対向車が突っ込んできて夫は渋滞で運ばれて、そのまま病院で息を引き取ってしまった。私も義母も夫の死をとても悲しんだ。さすがの義妹も答えていたようだ。葬儀が終わってからも悲しみに暮れていた私たち。私は自分もすごく辛くてずっと泣きっぱなしだったが、義母が泣いている姿を見てとても心が苦しくなった。この人は義父も失って夫も失った。誰かがそばにいてあげないと。義妹だけじゃ心細い。そう思い私は夫が亡くなってからも義実家に住み続けることにした。義母は私がそのように言うと少しほっとした様子だった。こんな私のためにありがとう。いいんですよお母さん。私は本当にお母さんによくしてもらいましたから。私はそれから仕事に打ち込み、義母の介護についてはヘルパーさんを雇うことにした。だがここでまた義妹が問題となった。夫が亡くなり、注意する人がいなくなったことで、バイトも辞めて家にお金を入れなくなってしまったのだ。そして家でずっとくつろいでいて、義母のヘルパーさんに家政婦的なことをさせようとしたりと問題を起こしていた。これは義母も見過ごすことができず、義妹を注意したのだが、義妹は義母の言うことを聞かず、それからも好き放題していたそうだ。日中のことは私は仕事に行っているので知らない。だがさすがに義妹を野放しにしておくことはできない。私は義母と話し合った。やっぱりそれしかないわよね。義母は悲しそうにしながらも私の提案に乗った。そしてある日の食事の時、義妹がニヤニヤしながら私にこう言ってきた。のぞみさん、外面はいいみたいだけど相当ひどい女ね。え？お母さんが言ってたわよ。嫁であるのぞみさんが贅沢をしていて、
勝手にこの家のお金を使ってるって。は、どういうこと？隠しても無駄よ。あなたはお兄ちゃんがお父さんからもらった遺産を勝手に使って、お母さんのヘルパーを雇ったり、自分の趣味などに費やしてるそうじゃない。そう、そんなことしてないわよ。じゃあお母さんが嘘をついてるっていうの？そう、それはおかしいと思ったんだよね。他人なのにこの家に住んでるの。そうやってお金をたかってるのって私じゃなくてのぞみさんじゃない。でもそれも今日で終わりよ。他人がなんでまだいるの？あんたなんてもういらないのよ。今すぐ出て行ってよね。義舞は私にそのような罵声を浴びせてきた。すると義母も私の方を見て口を開いた。邪魔だから早く引っ越せ。義母と義舞は一緒になって私を追い出そうとしてきた。私は立ち上がり二人に向かってこう言った。わかりました。私、ここから出て行きますね。そして私は荷物をまとめてすぐに義実家を出て行った。だがこれは義母と私の作戦だ。あのまま私が住み続けたら、お金の出どころが私が毎月入れている20万円だと義舞にバレてしまう。だから私があえて悪役となって出ていくことにしたのだ。だがこの計画はこれで終わりではない。もちろん義母も幸せにならなくてはいけない。だから義母はあの家を売って、高級介護施設に入ることにしたのだ。実は義母はとても倹約家だった。そのため私と夫が渡していた毎月20万のお金を3分の1ほど毎月貯金していたのだ。だから数年経った今、かなりの楽になっていた。義母はそれを私に全部返したいと言っていたが、私はそれを断った。私自身も夫との店のために貯金はずっと続けていたし、義母に渡していたお金は私たちの気持ちだったからだ。義母はありがとうと涙を流しながら感謝してくれて、そして自ら介護施設に入ったのだ。そうなると当然、あの家から義舞も追い出されることになる。私が家を出てから少し経ってから義舞から連絡が来た。のぞみさん、助けて。私、このままじゃ住む家がなくなっちゃう。ああ、聞いたわよ。お母さんが家を売ったからでしょ。もしかして知ってたの？ええ、そうよ。そもそも私は夫のお金を勝手には使っていないわ。ああ言った話はすべてお母さんと作った話よ。そんな、どうしてそんなことを？あなたがいつまでも改心しないからでしょ。もう親からも見捨てられたのよ、あなたは。嘘。のぞみさん、あなた私の義姉でしょ。助けてよ。赤の他人って言ったのは誰かしら。あなたがどうなろうと私にはもう関係のないことよ。せいぜい一人で行きなさい。それじゃあね。あ、ちょっと。私はそう言って電話を切り、義舞の番号を着信拒否にした。あれから義舞がどうしてるのかは知らないが、無職で貯金もない義舞にまともな生活を送ることは無理だろう。一方、私はつい最近会社を辞めて夫と約束していたカフェをオープンした。本格的なコーヒーと美味しいスイーツが味わえることが特徴の小さなカフェだ。まずは地域の人たちに親しんでもらえるように、一杯一杯丁寧にコーヒーを入れて提供していこうと思う。ちなみに私は定期的に介護施設を訪ねて義母にも会いに行っている。近々介護施設でちょっとしたイベントがあるみたいなので、そこで出張カフェを開いて、義母にも私が入れた美味しいコーヒーを飲ませてあげたいなと思っている。